アメリカの周辺にはハリケーンやトロピカルストームなどいくつかの熱帯低気圧が発生しています。そのうちの一つ、フロリダ半島に上陸の可能性があります。衛星画像をご覧ください。アメリカ大陸がありまして、いくつかの渦が見られます。一つがこちらですね、トロピカルストームデビー、そしてこれがハリケーンカロリッタ、そしてこれがトロピカルストームダニエルということになるんですが、このうちこの一番東側にありますトロピカルストームデビーですね、これが北上しています。メキシコ湾を北上しているんですけれども、その後フロリダ半島に上陸する可能性が出てきています。どのような状況になるのか、風の予想で見ていきたいと思います。風のこれは日本時間の21時の風の状況ですね。このトロピカルストームデビーはだんだん発達しながら北上をしていきます。そして日本時間の、午後、ですね、夕方から夜にかけての時間帯になってきます。今ご覧いただいているのはほぼ24時間後の明日、日本時間の21時、フロリダ半島に上陸するような形になりそうです。勢力増していますので、上陸するときにはハリケーンといった形で上陸する可能性がありますので、被害も心配しなければいけない状況となってきています。このアメリカ周辺の熱帯低気圧、複数の熱帯低気圧に関しては、本日の気象ニュースの方にまとめてありますので、詳しくはそちらの方もご覧ください。